ニコ、1967から1968年、ニコ、1974年ニコは、歌手、女優、ファッションモデル。本名は、クリスタペイフゲン。多くの資料では、ニコは1938年10月16日に、ドイツのケルンで生まれたとされるが、少なくとも2つの資料では、1943年3月15日に、ハンガリーのブダペストで生まれたとしている。 ニコは10代の頃から180センチメートルという長身を生かし、パリを中心にボーグ、エルといったファッション誌のモデルとして活動し、その後、フェデリコ・フェリーニの甘い生活等の映画に早くで出演している。ニコはこの頃にニューヨークに移り、しばらくの間、ヨーロッパとアメリカの両方で活動を行った。1962年、俳優アランドロンとの男児を出産。 1963年にはジャック・ポワトルの監督のストリップティーズという映画に出演しセルジュ・ゲンスブールのプロデュースでタイトル曲を録音した。1965年にはローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズの紹介によりイギリスでファーストシングルを出すが商業的には成功しなかった。このシングルの B 面はジミー・ページが作曲、プロデュースしている。この頃、 ボブ・ディランの紹介でアンディ・ウォーホルに出会ったニコはウォーホルが主催するファクトリーの実験映画に参加する。ウォーホルは自らがプロデュースしていたルー・リード率いるベルベット・アンダーグラウンドにニコを参加させ、1967年3月のファーストアルバムベルベット・アンダーグラウンドニコでは4曲でニコがリードボーカルを取った。しかし、 いわばウォーホルにゴリ押しされた形のニコは他のメンバーに受け入れられず、ニコはデビュー作への参加のみでグループを去る。同年10月、ボブ・ディラン、ジャクソン・ブラウン等が曲を提供し、ベルベット・アンダーグラウンドのメンバーも参加した、ファーストソロアルバム、チェルシー・ガールが発売される。また1969年にはイギー・ポップとの録音を残し、そのビデオも制作している。 その後も自身が演奏するハーモニウムの音色が耳に残るアルバムを数枚発表するが1973年のジ・エンドを最後に長い低迷期に入る。1969年からフランスの映画監督フィリップ・ガレルと交際をし始め、その後結婚するが1979年に離婚している。1981年に久しぶりに発表されたアルバム ドラマオブエクザイルはリリースをめぐるいざこざはあったものの、ジョイディビジョン、バウハウス、エコーザバニーメン、ザキュアのロバート・スミス、モリッシー、ビョーク、パティ・スミス、ソフトセルのマーク・アーモンド、ザカルトといったバンドなどに代表されるゴシックロックやニューウェーブ・ムーブメントの中で高い評価を受ける。この時期から日本を含む世界各地でライブを活発に行い、その模様は 多くのライブアルバムに記録されている。1988年7月18日、息子のアリと共に休暇で訪れていたスペインのイビサ島で自転車から転倒、頭部を強打し病院に運ばれた。レントゲン写真で脳内出血が確認され、数時間後に息を引き取った。去年49歳。1962年に俳優アランドロンとの子供、 クリスチャン・アーロン・ブローニュ、愛称は、アリという男児を出産し世間を騒がせた。アルバム、マーブル・インデックスに収録された、アリの歌はその名の通りアリのことを歌ったものであり。アルバム、デザーショアに収録された、レプティ・シュバリエでは、幼い頃のアリのボーカルを聴くことができる。成人したアリは、写真家になっている。ザ・マーブル・インデックスでのリチャード・ウィリアムズによる解説には、 後者の説が記載されている。ありがとうございます。